つらが俺に追いつく術はないと思ったか。ダークシャドウ、黒の盾、ついに浮遊状態だから徳闇くんを抱えて移動することも可能。さらにマントにくるまれることで弱点である光を防ぎ、常時高い出力を維持。しかもあの抱え方なら両手は使うことも忘れない方がいい。オークス、感謝する。